わらきり抜刀斎です。とぎしんです。何もの。どうしたの。ちょっと変えてみた。なんかずいぶん溜めるなと思ったんだけど、なんか C めちゃくちゃ速くなかった。速かったでしょ。すごいでしょ。シャっていう感じでね。ちょっとびっくりした。かっこいいでしょ。それがとぎしの中でかっこいいなんだね。そう。こう仮面ライダーみたいなね、そういうちょっと意識しちゃって。変身みたいな。変身の芯がパッ。じゃああれじゃん。とぎしってやればいいじゃん。そうか。まあ俺にぶつかるけどね。だよ。そしたらペシってやる。でも仮面ライダーだな。変身した後知らないよ。何が？ライダーキックかますかね、こっから。ね、仮面ライダーっつうよりさ、変態仮面みたいなやつじゃん。あの、パンツかぶってじゃあ。そうかぶるでしょ。かぶんねえわ。今、うんって言わなかった。かぶんねえ。今、うんって言わなかった。うん、ちょっと言いかけた。言いかけたでしょ。躊躇なく、うんって最初言ったから、あ、かぶってんだなって思う。いや、まあ、これはでも、まあ、まずいなと思って、ちょっと否定してみたぐらいな感じでしょ。じゃあ、今度かぶって出ようか。ここだけモザイクになるけど。なる。そんなことしたら切腹させるからね。やばいね。うん、あ、いいや、あの、切腹は武士だから、うん、残暑にしよう。いや、せめて切腹。こうやって。こうやって。どうぞ。ご相談がありまして、はい、何でしょう。前の動画で、こしらゆいさんが、つかを作ってくれた、脇差しがあったじゃないですか。あれでほら、切った動画まで出したじゃないですか。見ました。結構、切ってたと思うんですけど、はい、切りがね、グダグダになっちゃったんですよ、自分的にはね。グダグダに。うん。切れ味的に、うん、あれあんまり良くないぞと思って。おで、最初切った時に、ちょっと刃を触ったら、若干刃こぼれしてた。ちょっとザラザラしてて。引っかかる感じ。ティッシュとかね、引っかかる感じね。肉置きも、ちょっと、って思ったんだけど、うん、もう始まっちゃってるから、もうこれで切るしかねえと思って、とりあえず、まあ、微細な刃こぼれあろうがなんだろうが、俺は切るけど、切れ味的にちょっと面白くはなかったわけよ。なるほどね。あの動画的には、柄に負荷をかけるっていう。そうだね。それの実験だもんね。それの実験だから、逆に切れ味悪い方が負荷がかかるじゃん。うん、確かに。持ち手にはね。うん、だから、それはそれで良かったんだなって思ったの。でも今後はもうその負荷かけて大丈夫だって検証が終わったら、普通に切りにも使いたいなって思ったので、切れるようにね。はい。ちょっと一回見ていただいて、状態をね、はい。刃こぼれ取っていただいたり、ネタ合わせをね、お願いできればなと思ったんで、よろしくお願いします。お願いします。こちらです。あ、こしらえみんの初めてだよね。初めて。つかは、ほら、こしらえさんが作ったつかですけど、さやはちょっと私作ってみたんで。こんなサメあるんだね。ある。すごいね。世界ラギっていう種類の。連石ですごいね、これ。なかなかないでしょ？ない。まずないね。ないよね。現代でね、これをやる人はいない。ああ、確かにいないかもしれない。物がないからね。できたとしてもすげえ高いだろうし。ああ、そうだね。すっごい。材料だけですごい高い、ね。材料も高いし。手間がね。手間がすごい。手間だと思う。やったことはないけど、すごいと思う。ここのつなぎ目、サメのね、つなぎ目があるんですけど。ちょっと開いちゃったけどね、これ。いや、開いたうちに入らないでしょ、これは。そうかね。ここはピッチリいってるけどさ。ここなんか合わせ目わかんないもんね。ああ、そうだね。本当にね、すごいうまいですよ。超パッツリしてるでしょ。本当にうまい。で、この色の感じもね、おしゃれでしょ？おしゃれ。なんかね、こう、銀河を見てるみたい。銀河？とぎしの口から銀河っていう言葉がさ。なにそれ。ちょっと似合わねえなって思う。いや、ロマンチックでしょ？俺、ロマンチストなんで、実は。まあ、はいはい。でしょ？はいはい。そうね。そう、いや、わかればいい。でも、こしらえの全体的な、ほら、バランス見たときにいいでしょ、雰囲気すごくいいよね。もう色合ってるもん。ね。うん、全部ちょっと赤系で統一したいなと思って。すごいいい。でも、あの、真っ赤だとやっぱり、ちょっといやらしいかなと思ったから、ちょっと、ワインっぽい。落ち着いた。そう。でもいいよね。その落ち着いた感じがこれ出てるもん。雰囲気がね。いや、すごいうまい。ありがとうございます。いやプロだわ。これはうまいわ、ほんとに。等身だよね。そう、問題のちょっと等身を。これって短冊なのか。
サメ短冊だよ。あ、短冊か。ああ。そっかそっか、だからか。いや、なんか、え、一枚じゃんと。あ、そっか、言ってたわ。思い出した。あ、そうだ、短冊で。要は、うんうん、サメ一枚巻いちゃうと、サメの厚みも出ちゃうから。そうね、サメの強度がね。そう、うん、短冊で、なるべく薄くして、うん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 、もう、壊れんじゃねえかっていうぐらいでいいよ、つって。それでも壊れない、ね。全然。すごいよね。ね。だからサメで一枚巻いちゃえば全然。そうだね。だからこれサメ巻いてなくて、これだからね、うん。うん。だから、要はその木の強度では持ってないってことだね。いやでもこれ木の強度で持ってるってことだよ。いや短冊だから。これあれでしょ、皮で持ってんじゃないの、この巻きで。いや、だって、皮なんてそんなに硬いもんじゃないじゃん。うん。だけどほら、昔の鎧に鹿革を使ってたぐらいだからね。鹿革刀で切れないっていうから。でも刀で切れないのと中子のさ、また違う。中が負荷かかって破損するのはまた違う問題じゃん。刀身を、じゃあ。確かにこの辺は引っかかるな。ね？なんか一番切れるところで一番引っかかってんじゃん。でしょ？よく切ったね、これで。すごいね。まあ、よく切ったね。まあ、切れるよ。切れるんだ、こんなんで。あの、刃こぼれあってもね、刃こぼれすると切れなくなるでしょっていう人いるけど、刃こぼれあっても実は切れるんですよ。勢いで。ほう、勢いでね。勢い。すごいね。切れ味は落ちるけど、うんうんうん。切れるのは切れる。ほー。あ、でもね、この時ダメだよ。糸輪が見えるでしょ。これダメだよ。これはね、次研ぐ時にまた糸輪つけるでしょ。だからどん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 、あー、鈍角になってくるんだよ。今鈍角の状態でしょ。うん、鈍角の、これダメダメダメ。だから、これだ、どん、あんま切れ味良くねえなと思った。でもこんなんでよく切ったね。ダメよ、これ全然。水平そうだ、水平切れてたね。あれ合成でしょ。いや、合成、どうやって合成するんだよ。抜けは悪いなと思いながら切ってたけどね。いや、普通は切れないよ。これダメだよ、こんなんじゃ。あ、そう。うん。あ、やっぱね、ダメダメ、全然ダメ。俺が研ぎゃ切れるようになる。あの、抜け良くなるよ。ネタバ合わせを、またお願いしていいでしょうか。わかりました。まあね、あの、ネタバ合わせってよく言われるの。うんうん、お客さんにもネタバ合わせしてくださいって言われるんだけど、うん、こちらが想像するネタバ合わせと、ね、うん。で、向こうが想像してるネタバ合わせってのが違うわけよ。だから、刃先だけを、研いでくれればいいんですっていうようなことを言われる。ああ、俺はそういう想像はしてないよ。うん。でも、一般的にネタバ合わせっていうと、刃先だけを研いで、あの、即席で切れるようにしてほしいっていう。ああ、そういうこと。そんなの、だって、それはネタバじゃなくて、刃先研ぎみたいな感じ。そう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 。それ包丁みたいなもんでしょ？そう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 。だから、それだとすぐ切れなくなるんで、ちゃんと肉置きから正さないとダメですよっていうふうに説明するんだけど、うん、どうも分かってもらえない。あ、歯だけ研ぐと、どん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 こう歯がなってくから、そうなる、ここを落として、元の形に戻してもらうのがネタ合わせじゃないの、うん、そう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 。で、俺も思ってたけど。本来はそう。だよね。うん。はい、その認識でいいんだけど、はい、でも、どうもね、だから安く研げるでしょっていうような感覚で、なるほどね。言われるんで、それは違いますよと。その辺のね、認識がちょっとお客さんと私とでは違うので、なるほど、ね、そこをちょっと理解してほしいなって思いながら、でも所詮無理かなって思いながら、今どこが引っかかるとか切れ味が悪いっていうのはさ、うん、あのここで試し切りするわけにいかないんで、うん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 、なんかコピー用紙かなんかあります？コピー用紙ありますよ。じゃあ切りましょう、はい、いや、まあまあ切れるよ、切れる、確かにね。ちょっと待って、今ダメだ、引っかかる、これ。ああ。うん、これダメですね。こんな感じ。これはね、もうダメ、話にならないね、こんなのね。これは話にならないんで。うん、そうだね。ここ、今切れてないよね。うん。これはダメですね。ね。ダメです。はい。これは、はい。じゃあ、研ぎ。よく切ったね、こんなんで、わらね。ほんとだよ。よく切れたよ、これで。160か70ぐらい。うん。だって、こっから、入ってるでしょ、こっからで切ってるよね。こっからここまでだよね。でしょ、さっき紙切れたな、この辺だったら。そうだね、一番切れないとこで切ってたってことでしょ。いや、よく切ったね、本当に。頑張ったね、俺ね。すごい、すごい。これがダメだ。これ研ぎ直します。はい、お願いします。はい。まずは、開成？まず開成ですね。大きな刃こぼれがある場合はね、まあ、後からかけないとダメなんだけど。これだったら開成でね。相当ね、これ刃先だけ研いで、あー、ひどいね、どうしてこうしちゃうのね。この先だけ当たんないの分かる？先だけ当たってないでしょ。
ちょっとさ、いや本当だ。ね、元は当たってるじゃん。うん、ここはこの辺から先だけ当たってないでしょ。うんうんうん、それ同じ角度で今やっといてんだけど。こんなに。そう、そんなにだからそこの肉置きがおかしいわけよ。見えづらいけど、この刃先だけ当たってない。うん。だからそこは肉置きおかしいね。ね。刃ばっかり研いじゃってる。ね。うん。まあ素人がよくやるけど、これはでも、それでもひどいわ。名刀の条件ってのはさ、やっぱり安定した策かどうか。うん。その人の銘が入ってたら、それがいいものの確率が高い方が腕がいいってことじゃん。あ、そうだよね。うん。だから名刀って言われるんでさ、策域がこう、バラバラだと、それだけで、ちょっと名刀っていうにはねっていう感じになっちゃう。肉置はね、こうやって整えるのよ。ほら、見てみ。糸葉が見えなかったでしょ。全部当たってるでしょ。こうやって肉置き整えないとダメよ。ああ、ほんとだ。ちょっとへこんでんだ、この辺ね。少し形がおかしいけど、そこはもう。歯んとこだけへこんでんの、ね。そうそうそう。そこなんか、ね、深いサビかなんかあって取ったのかもしれない。ああ、なるほど。うん。これ今ちょっと角度を変えてね、うん、ここの匂い口があるでしょ。ここのところをピンポイントでこう当てていくわけよ。まあピンポイントで当たんないんだけど、うん、そういう意識で当てていくのね。そうするとこの段差がなくなるから。ね、ないでしょほら。ないでしょほらっつったってわかんねえやな。いや、な、そんなよ。ない、今ないんだけど、うん、だから前のね、時はじゃあどういうふうにやってたかっていうと、うん、こうやって研いでる。ああ、そうだね。だいぶ鋭角に研いでたよね。そう。これやると、じゃあ次、研ぐときはもっと鋭角にしないといけないでしょ、うん、で、どん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 こうなっと、最終的にはこうなっちゃうわけだよ。ずっと潰してるじゃん。そうそうそう。だから、肉置きをやっぱり整えないとダメ、この辺から。うん、匂い口のところがこうあるでしょ、ここ当てたいわけよ。うん、こう、すぐ歯だからね、ここがこう、うん、違うな、こうなってるね。うん、ここを、どう当てていくか、なんだよね。当てる強度と当てる回数とかね。うん、匂い口が肉置きを整える、ね、そうだからここを当てないといけない、うん、でもどこ当たってるか分かんないからこうやってマジックで最初のうちはね、うん、書いておけばこう当たってるところは当然ほらマジック消えるでしょ。こうピンポイントでこう当たってるでしょ。うわーすげえ。この上だけギリギリ残ってるでしょ。すごいすごい。あ、そりゃプロですから。それは、それは。顔に似つかわずですね。ね。うん。技術だけあるんです。顔はあれでもね。ホテルの受付にいそうな感じになってるんだけど。うん、でしょ、うん、かっこいいし、これ。活かしてるでしょ。ここはもう完璧よ、今。それじゃあ完全に今マジックで書いたところを全部落とせばいいんだ。うん、ね、ここ落としちゃうとまた段差ができるかな。だからこのぐらいでギリギリでこう、匂い口のね、今、匂い口のギリギリのところを攻めたんだけど、マジクラが太いでしょ、うん、だからこの上の方が出てるわけよ。あ、はい、ここやっちゃうとまずいんで、うん、ここをそうピンポイントこう狙っていってね。趣味でやってる人なんかはね、こうやって書いてやるといいと思いますよ。 ね、どこ当たってるか分かるんで、うんうんうん、まあ徐々に徐々にそれが慣れていけば、うん、書かなくてもできるようになるよ。そう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 、ね、平作りっていうのはしのぎ作りと違ってね、ごまかしが効かない。平地の部分が広いでしょ、うん、しのぎ作りの場合はさ、しのぎ後に磨いちゃうから、うん、ある程度でも正直ごまかせるってやごまかせるの。だけど平作りってのはごまかすところが一つもないから、へー、だからね、どっちかっていうと平作りの方が気使うよね。なるほどね。うん、ささくれになってるね。ささくれになってる。うん、ささくれ状に刃こぼれをしてる。あー、次の中殴らでこのささくれ状のは全部取れるから、うん、だから回線はね、これぐらいで大丈夫。へー、これを取ろうとすると歯丸まるんだよ。だから美術研ぎをやる人ね、うんうん、は切れない。あ、こういうところ全部丁寧に取っちゃうから。なるほどね。だから俺見てガサツじゃない、ダメよ。ガサツなんだ。ガサツ大体だって肉置きが整えばいいんだもん。この砥石では重要視して研いでるんで、うんうんうん、あ、こっちの方が肉置きおかしいじゃん。なんだこれ、バカなんだ。バカなの。普通切れねえよこれ。よく切れたよね。しかも水平まで。まあ水平まではいってたね。これ絶対切れないよこんなの。いや、少なくともこれ俺が使ったら絶対切れないね。曲げるね。あ、そう。こんな切れない切れない。よくこれで切ったわ本当に。
ね、こんなひでえ状態に。ダメだなって思ってはいたけどさ、うん、そこまでひどかったんだ。ひどい。ぐちゃぐちゃだよ。ガタガタ、肉置きが。これで当てても当たってないんだから、ここが。ここが当たってないの。ここへこんでんの。ここがね、歯のところがものすごい高くなってる。なんでそんなとこ低くなんだろうね。わかんねえけど、これ、傷が出たっていうわけじゃないよね。なんか錆、深錆取ったんかな。もしかしたら。部分研ぎして。そう、部分研ぎだと思う、これは。ここだけ凹むなんてありえないからさ。あ、当たってきた、当たってきた。あ、音ちょっと変わったね。ね、変わるでしょ。当たってきた。包丁が研げるからって刀が研げるって思ったら大間違いで、うんうん、大工道具なんかもそうだよね、うんうん、のみとかカンナとかはさ、完全なフラットにしないといけないわけよ、うんうん、砥石をね、うんうん、だけど刀完全なフラットじゃ当然研げないからさ、そうだ、ね、うん、やっぱり勘違いしちゃうね、うん、俺でも研げるとかって、うん、思う人もいるんだろうけど、いやそれは無理ですよって話で、うん、切れ味すら無理だろうね、うんうん、曲がってないよね。曲がりねえんだけどな。え、曲がりないの？よく曲がらずに切ったんだね。すごいね。さすがだよね。こんなに薄いのに曲げなかった。曲げないね。やるね。切れ味悪いのでね。ねえ。やるね。そこは腕よ。あ、まあそうなんだね。やっぱり、だから、もう職人だよね。わら切り職人。そう。やっぱ職人だよ。普通じゃやっぱりできない。それもいいんじゃない、研ぐプロがいて、切るプロがいて、作るプロがいて、作るプロがいて、いいんじゃない。そうだね、すごい気持ち悪いもん、トイレで。あ、そう、うん、今はだいぶ良くなったけど、うんうん、気持ち悪い。よし、次は中殴ら、はい、もうこの状態で切れるんだけど、うんうんうん、これ長切りしないからね、うんうん、中殴らで整えましょう。ここが境ね、うん、ここ平地ね、うん、ここは境ね、うん、でここは羽、ね、音全然違うし、全然違う。よし、そんなこんなでできました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうすか、やっぱ全然ダメだった。全然ダメ、もう下地はもう全くダメ。あ、そう、うん、話にならない。でも大丈夫です、ニコキちゃん整えたんで。どのぐらい切れ味が戻ったというか、うん、戻ったわけではないね、最初からああいうの状態だったからね。そう、どんだけ切れるようになったか、ちょっとじゃあここでわら切るわけにいかないんで、ちょっとさっき紙が全然ね、こうトンってやって全然入らなかったんで、うん、全然話になんない。ちょっとやってみてもらっていいですか。わかりました、はい、はい、じゃあよしそうね、ちゃんと見えるようにね、見えるようにね、こうね、わかる、こうね、あ、わかる。ちょっと雑じゃない？ちょっと俺 ね下手なんだな。ほら、わかるこれ。わかる。うん。わかるこれ、はい。ああ、ちょっとやらしてもらっていいですか？そうそうそう。全然違うでしょ。違う。わかる。ああ、うん。ああ、はいはいはい。わかる？わかるわかる。わかるでしょ。わかるでしょ。うんうんうん、あ、よかった。そう、これだけ。はい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 。違う。で、まっすぐになったから、例えば、藁に入って、なんかこう、抵抗ないはずだよ。ああ、なるほどね。肉置きが狂ってると、それが抵抗になるでしょ。うん。それがないはずだよ。フラットで全部入っていくはず。薄く切りたい。薄くね。スライスするようにね。ほら。いいね。ちょっと気持ちいいね。気持ちいいでしょ？うん。ちょっと遊んでない？なんか。なんかハマってない、なんかすっげえんだけど、ゴミが。ちょっと。じゃあ、このままにして帰るんだよ、俺。いやいやいや、そうしてて、ね。さっきみたいな変な憧れやない。うんうんうん。これでまた試さないといけなくなっちゃったね。うん、試してみてください。ね、ちょっと、うん。どれだけ違うか。持って帰って試してみよう。うん。でもこれよく曲げずに切れるよね、こんなのね。普通曲がるよ、これ。そう？うん、曲がる。うん。試しにちょっと俺やらしてみ？曲がるから。いやいやいや、曲がんの分かってて貸さないかこんなになっちゃって、そうそう、あーとか言ってねパチンとか言ってさまあね、ちょっと癖つくのは嫌だね。うん、
まあ、最初から曲がり癖ついちゃったやつだったらいいけどね。そうだね、うん、腰が抜けちゃうからね。そうだね、うん、ちょっとこれね帰ったら、うん、ちょっと楽しみ、うん、試してみますんで、うん、ありがとうございました。いえ、とんでもないです。バズるよ、俺の顔写し。バズる、大丈夫。何バツバツバツかバツバツかバツる、うん、バツるね、これね、バツるね、うん、ブーだね、うん、ちょっとあれだね、削除されちゃうかもしれない卑猥な動画ね。卑猥な動画だ。裸も出してないのに。顔が卑猥だっつって。それは困るな。トギシーさんのネタバ合わせ後の検証ということになります。一枚巻きをちょっと切ってみたいと思います。片手でね。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いでござる。Twitter、Instagram、その他いろいろやってますので、そちらの方も登録よろしくお願いでござる。